はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数1の正弦定理と余弦定理丸4をお送りします。で、まあこのタイトルシリーズこれ4本目で、このタイトルはここで終わりになります。次回から違うちょっとタイトルに変わってしまうんですけど、で最後は、まあ、大きな問題1問の中にちっちゃいのがね、まあ、3つ入ってるタイプの問題ですので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部説明していきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね1番から解説の方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で今回の問題はですね、まあ図が載ってるんですけど、三角形 ABC があります。まあ ABC ですね。で辺 BC の中点がまず M です。つまり BC の中点、ここ M 真ん中ね。で次に線分 BM の中点が D です。だからここの半分が D、 ここに半分来てます。でその時 A が 8B が 4C が6の時、次のものを求めようって書いてある。で俺は個人的にですね、図が載ってる時にはもう書き込んでしまいます、ここの情報を。なのでまず A が8でしょ。で A っていうのはこの各 A の反対側なんで、ちょっと書きにくいですね、まあ、外でいいか。8です、ここが BC ねが8で、 B が4なんで B の反対側だからここが4になります。で C が6だからここが6になる。であとは中点ってことが分かってるので、それも書き込んじゃいましょう。まず中点だからこことここ、4と4だよね、もともと8だからそれを半分に分けてるんで、ここ4になります。ちょっと図がおかしかったね、これ4と4同じになってないけど。でここも4なんだけど、また D がこれまた半分なんだよ、中点だから。つまり4を半分にしてるんで、ここ2と2になってます。まあひとまずこれが分かってるね、長さとしては。で角度は1個も分かってないので、まあ、ここからスタートしていきましょう。で1番、コサイン B の値を出したい。コサイン B だからここだね、の B を出したいです。でこういうね三角形の中に今線が入ってたり、まあ、違うね図もありますけど、どの三角形を使うのかっていうのさえ気づければそんなに怖くないです、問題としては。でまず今回1番ね、まずコサイン B を求めるんですけど、簡単な図書きますかね、よいしょ。で結論から言うと、このコサイン B は三角形 ABC でやります。つまり一番でかいやつで、なんでそれでやるかっていうと、ちょっとねあんま書けないんでちっちゃくてごめんね。こう ABC ってあるじゃんか。でなんでかっていうと、これ全部長さ分かってるんだよ。 AB6 だし BC8 だし AC4 って。でコサインっていうのは、まあ、余弦定理で求めますけど、全部の長さが分かってれば絶対に出せます、余弦定理で。だから全部の長さが分かってるこの三角形を使おうと思ってください。例えば中の ABM ここの三角形とか ABD ここね細長いやつとかは、1個辺の長さが分かってないので余弦定理使えないんですよ、発動ができないので。だから全部長さが揃ってる三角形を探すと。であとは余弦定理使うだけなんで、これどう書いていこうかな横のがいいな、こっちいきます。コサイン B イコール、もうこれ公式ね、コサイン B だから 2×6 と8ですね、まだね、6と8をかけます。でそれの2乗、6636と8の2乗、864を足して、最後もう一個残ってる4の2乗を引き算します。でこれは下計算してもいいですけど、ちょっと大きくなるのでまたあれでいこうかな、下残しますわざとね。で上計算するといくつだ、84か、間違ってる、合ってるね、84で、こうなってここから約分しよっか、えい、427か、だから8分の7だね。つまりコサイン B は8分の7と、これで OK になります。ちょっとこの7があれか、答えと被るか、ちょっとずらそうか、こんな感じでいいかな。で次は AM の長さを求めたいね、長さで AM の長さを求めるから、当然 AM が入っている三角形を使います。いい、 AM の長さを求めたいのに ABC で勝負とかしちゃダメだよ。 AM が入ってる、つまり
この辺が入ってる三角形なので、例えば ABM とか AMC とか、まあ、ADM とか AM が入ってる三角形のどれかを使う。で、なんで1番で cos B を出したかっていうところはすごく大事だよね。もちろんこれ使います、そのために出してるから。だからやっぱり B が入ってる方がいい、つまり ABM でひとまず勝負してみようと。それでダメだったら次の作戦考えればいいからさ。なので、まあ、2番ちょっと書き出そうか。 ABM、 まあこんな感じですかね。 ABM と、でちょっと AM わかんないんで求めたやつ X にしちゃいますね一回。で、BM わかってる、ここ4でしょ、でここも6ってわかってて、ここのコサインもわかってるんだよね。これ揃ってるよね。長さ出したい時に2つの辺が分かってて、それの反対側のコサインも分かってるから、これも公式でいけます、予言定理で。でスタートとして x の2乗、もちろん am の2乗でもいいけどね、イコールまず6636足す4416します。これ公式ね、予言定理のマイナス2かける6と4かけます。64で、コサイン B が来る、ここに。いい？で、コサイン B 今8分の7って分かってるから、もう入れちゃいましょう、それ。8分の7。あとはこれ計算するだけです。で、X2 乗でしょ？ここ、まず計算しようか。2C が8で、これ一気に約分できるんで、マイナス42になるね、ここ。マイナス42。で、これとくっつけると、10か。10。で、2乗外す。二次方程式の解き方だから、2乗を取る代わりに右辺にプラスマイナスルートがつきます、こうね。けれど今辺の長さ出してるから必ず x は正になります。長さがマイナスっておかしいからね。なので答えちょっと am に変えちゃいますね。 am イコールルート10と、これで終了となります。で最後、今度は AD を出したい。で、これは AM と一緒で、結局はね、AD が入ってるところで三角形を使うと。で、まあ AD が入ってるのもいろいろパターンがありますけど、やっぱりコサインを出してるから。B が入ってるように、B が入ってて、しかも AD が入ってるのは、一番左の細長い ABD がいいね。で、それがダメだったら、他の作戦考えればいいので、ひとまずそれでいきます。3番。じゃあちょっと書きましょうか。細長いんですよね、まあ、こんなイメージ、こんな感じ ABD で、BD が2って分かってます。で、ここが6って分かってて、ここの B のコサインも分かってる。で、AD 求めたいでしょ。じゃあ今度あれか、 X とか置かずに AD のまま行こうかね。で、ここ求めたいんで、同じように AD の2乗から始めます。ここ求めたいから、2乗イコールまずこれとこれ2乗して足すので、6636足す22が4マイナス2かけるこれとこれ6と2で、コサイン B だから8分の7使ってください。こうやって、でこれ計算していくと、22が4でここが2になる、一気に。で1とこれ3か、つまりこれマイナス21になるね、こっち側で計算すると、これ19で合ってるかな。AD の2乗イコール19で、さっきと同じで2乗を外したら一応プラスマイナスルートがつきます。マイナスダメなの分かってるんだけど。で AD イコール長さは正だからね、なので AD イコールプラスの方のルート19だけ残るよとね。こんな感じでぜひ解いてください。いいかな。まあどこの三角形使うかっていうところが大事。さっき言ったように、まあ、コサインを出してるんだったらそこをぜひ使ってほしいので、それを含めて探してみる。それでダメだったら違うやり方をね、また探しに行けばいいので、まあ、こんな感じでぜひやってみてください。ちょっとあれですかね、カラカラ音が鳴ってるから、なんか変な音鳴ったらごめんね、あの飼ってるハムスターがちょっと走ってるだけなんで、近接お願いします。では今回は高校数学数1の正弦定理と余弦定理丸4をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で次回なんですけど、1本だけ三角形となる条件っていうのをやります。
これは鋭角三角形ってどんな時になるのって、鈍角三角形どんな時になるのっていうのを求めるねやつをやっていきますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。